おはようございます。6月23日午前6時でございます。今日は雨です。久々の雨です。カッパ姿で雨に打たれながら歩く日になってしまいました。嫌です。もう雨は雨スタート。質問コメントいただきまして、女性の方なんですが、今心配することではないんですが、京都丸太橋に着いたら帰りは歩きで帰るんですかっていう質問が来たから、いやいやさすがに走って帰るでって送ったんやけどその時あの横にかっこ笑いみたいな入れるのね。あれなんなんやろね、ちょっと不安になるんやろね。いやじゃああのね、これ一般の方やからこう芸人やったら、いやなんでやねん走って帰るかな、もうそれでええんやけど、なんか一般の人にそうやったらなんかおちょくってるように思われたらどうしようとか、なんかそんな風に思うからね、なんかうん、雨な、皆さん雨といえば歌は何が出てきますか。俺はなんやろな、まあ、RC 作成その雨上がりの夜空にとか、古いけど俺らおっさんの八代亜紀の雨ふれふれとかね、そんなん出てくるやけど、何やろ今のこの歌ね、雨って何やろな。参りました。雨はひどくなってくるし、あの1号線はバイパスなってて人は通られへんようになってて、それの脇道を通ってたんですが、そこが全く途絶えてしまって一旦戻ってます。これ浜松方面に行く道をちょっと探してる状況です。雨や、全然人に聞いたら全然歩いてきた道を戻ってます。島田駅の今日朝出発した方向のところに戻って、それで大井川方面に行くらしい。かなり戻ってます。でこの雨がもう体ちびしょびしょ、雨がつらいね。寒い、冷たい、足が冷たい。またバイパス戻ってますな。速度はないんかな。そこやな。道が分からん。名古屋方面、これ1号線で速道で行けるんかな。これ1号線でずっと速道で行けるんかな。え？あかんやんけ、また戻らなあかんやん。
最悪や、また戻らなかった。やっぱりその1号線沿いはここらは無理なんや。離れて大井川方面をさっきのところ行っときゃよかった。またなんでここまで戻ってきて、足がもうびしょびしょ、冷たいし痛いし、はあ、雨がひどい。コンビニの人に聞いたらスーパー銭湯なんかもう全くないみたい。どうしよう、足が冷たい。この橋、大井川の橋、なんぼほど距離あんねん。かっちり長い。やっと方角上がった。浜松まで43キロ。それでこれをずっと、これ峠かな。ずっとこれ登っていくんやけど、またこれ人通られへんのじゃん。この道路は新町からさ、何でも佐用地下まで連続雨量180ミリを超えると通行止めとなります。今かなりの雨量やで、これ大丈夫？でもこれ行くしかないもんな。チャンネル登録、いいねボタン、たくさんコメントお待ちしてます。